お疲れ様ですあの自分が興味があることをねずっと発信していって、まあ、それがたまに当たることがあるんですよね、まあ、これは自分の発信したいことと受け取りたい人の気持ちがちょっとね合わさったところかなと思いますんで、えー、こういったアウトプット活動をしていてねああすごく嬉しいことでありますよね。以前前前ははは生活方法が結構ロングヒットをしたりととかかねそそのの暗号通貨 まあ様々という形でまあやれば当たるってもんじゃないんですけども自分の好奇心興味が湧くものをずっと順番にやっていってねやると当たったものっていうのは長続きしますよねそれは自分が発信したことに対して興味がある人が発信したもの以上に今度はね発信者私に対して興味を持ってくれてそこで関係性ができるからなんですよね、まあ、それがチャンネル登録にこう反映されてるのかなってことなんで必ずしも再生数を狙ってとかね チャンネル登録の増加を狙ってやってるわけではないんですけども,もうやっぱり関わりが増えるっていうのはちょっと嬉しいかなと思ってますそれからそれがビジネスにつながったらねもっとありがたいなと思うんですよね自分がこう作った商品を受け取ってもらえるしかもお金を払ってもらえるっていうのはね、うん、だからその通常ね自分が表現したいことって大抵のことはね人に嫌がられるんですよだから自分の表現したいことが あの役に立ったありがたい次もないですかっていうふうになるっていうのはもう本当に奇跡みたいな確率なんでありがたいなと思いますでまさに奇跡みたいな確率なんですよね、うん、だけどもその奇跡に巡り合えない人信じられない人っていうのはちょっと行動して反応があるかったらやめるんですよ、うん、ちょっと行動して当たるんだったらね、うん、私たちはもっと当たってるんですよね <laughs> ちょっと行動してだけじゃ当たんないですよね でえー、と芸能人から政治家になった人で、まあ、有名なのは今は山本太郎さんだと思いますけども以前はね東国丸さんっていう方もいらっしゃったんですよ竹志軍団のねだからずっとお笑い芸人やってて、まあ、いろんなところで知名度を上げて40を過ぎて早稲田大学の政経学部に入ったと思いますけどもそっから政治家になって、まあ、宮崎っていうね、えー、ところでちょっとこう知名度を上げたみたいなところがありました まあでも今はどっちかっていうと芸能人としてもちょっと下火だしあんまり映画とかにも呼ばれてないしかといって政治家として生きてるかっていうとなんかね人にケチをつける時だけ取り上げられますけども東国原さんが主導権を握って何かやってるってことはないのかなってところですよねうん、まあ、で南の帝王の時のね山太郎さん公平とか言ってね 面白かったですよねで柳沢慎吾さんが出てた時もありますけどもあれはもう本当初期の初期で満田銀次郎がどっっっっちかてたたたら若くてねチンピラみたいな感じだったです、ね、やっぱり万田銀次郎が貫禄を増すのっていうのはその山本太郎さんと絡み出した時なのかなと「兄貴何とかならへんのですか?」みたいなね <laughs> 聞くところによっとその「南のテ王」の中で出てくる関西弁って関西の人は使わないらしいんですよ だから南の帝王で関西弁を大いじゃった私なんてのはね、関西人の方が本当に関西弁使うとなんか嘘っぽく感じて、本末転倒という,う。<laughs> 本当、テレビの洗脳ってのは恐ろしいもんですね。じゃあ行ってらっしゃい。